こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首105回目は54番義道三士の母の歌です。こちらを2回に分けてお送りします。忘れ地の行く末までは固ければ今日限りの命ともがな。忘れ地の行く末までは固ければ今日限りの命ともがな。お前のことは忘れないとあなたはおっしゃったわね。本当かしら。そのお言葉信じられるのかしら。行く末のことは頼みがたいわ。それよりいっそ今日のこの恋の幸福の絶頂で死んでしまいたいわ。これは激しい恋歌である。新古今集巻13に中の関白通い染めはべりける頃としてこの歌が出ている。この歌は王朝というよりも現代の感覚に近く大層力強く私たちに訴えてくる。通い染めはべりけるというのは昔は男が女のもとへ通ったからであった。正式な結婚をしても男が女のもとへ通う形をとり子供ができても女の親が養育する。後には同居するケースも多いが何にしても恋愛の初めは男が人目を忍んで女のもとへ通うのである。恋愛の最も甘美な季節。それにしてもこの歌の強烈な個性はむしろ万葉集に近いではないか。不遇の恋を美しとし男を待つやるせなさ苦しさを訴え続ける王朝の恋歌から見るとこの躍動する生命感、恋の歓喜は珍しくも素晴らしい。今日限りの命ともがな、というような強烈な自己主張をした王朝の女はどんな人だったのか。彼女は学者、高階の成忠の娘、岸である。当時、遠遊天皇の宮廷に仕えて皇の内侍と呼ばれていた有名な才女だった。高階という姓を取って皇の内侍と呼ばれた。身分が高いという意味ではない。父譲りの学才で漢学の素養深いインテリ女性であった。それに後に彼女が産んだ子供たちが皆美貌を歌われているところを見ると彼女自身も美しい人だったのだろう。皇の内侍には遠遊天皇もお心を動かされたというほどの才媛であった。その彼女に言い寄ったのは藤原道孝という青年武官である。まだ20歳ぐらいの年だったろう。彼の父は兼家で、この頃大納言という高官であり、名門であるが、その兄弟としのぎを削って政権争奪に明け暮れている最中だった。だから道孝の将来はまだ海のものとも山のものともわからない。しかし道孝は、彼女にすっかり惚れていたらしい。騎士もこの颯爽たる名門の御曹司を愛したようである。今日限りの命ともがな、高らかな恋歌賛歌である。今日はここでおしまいにいたします。ありがとうございました。